3分間スト6中級者講座、今回はランダム対策についてお話をしていきます。キャラクター選択をランダムにしますと何が来るかわからないんだから、それに対して対策なんかないんじゃないのと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、ランダムプレイヤーの自分からしますとランダムに対する対策ってしっかりあるわけですよね。ですから今回そういった点についてお話をしていくわけなんですが、ランダムプレイっていうのはやり込んだ末の余興みたいなものでもあるわけですよ。ですから今後リリースから日数が経てば経つほどランダムプレイをしてみようって方が増えてくる可能性があるわけですよ。そういった方と相対した時に今回の内容をちらっと思い出していただければと思っております。まず一つ目の対策なんですけれども、現状でも20キャラクターおりますし、今後アップデートが繰り返されていきますとどんどんとキャラクターが増えてきます。それだけのキャラ数を全て完璧に使いこなすということは不可能なんですね。ですから、できる限りのことで戦っていくということになるわけなんですけれども、そんな時に困ってしまうのが、例えば昇竜拳やスーパーアーツをガードした後の確定反撃なんですよね。キンバリーは一番最初にマスターにしたキャラクターなんでちょっとはわかるんですけれども、何かしら無敵技をガードした後というのは大パンドローンからの強系からのコンボ、画面中央ですとこんな感じになるのかなというふうに思うわけなんですが、やっぱとっさにガードした時に、うわ何入れればいいかわからない、とりあえず安定を取ろうみたいな感じでよくわからんコンボとか、もしくは最悪投げ、投げもある程度減るんですが、こういう選択肢になってしまいがちなんですよね。本来無敵技っていうのは与えるダメージに対してガードされた時に食らう反撃の方が痛いので打ちづらいというものになっているはずが、このランダムプレイになりますとキャラごとの連動が低いためにですね、反撃が安くなりがちなんですよね。ですからある程度無敵技をパナシ毒ではあるということは知っておいていただきたいです。いつもパナせばいいというわけじゃないんですが、ランダムプレイヤー以外の人にやるパナシよりもリスクは少ないかもというところはちょっとね、頭の片隅に入れておいていただければと思います。では2つ目なんですけれども、最速暴れに弱いという点が挙げられます。これは何でかと言いますと、例えば投げるじゃないですか。でその後もう一回投げに行こうとしたいところなんですけれども、しっかりと起き上がりに技を重ねるのが少し難しいゲームになっているわけですよね。でそんな時にキャラごとにですよ、画面をして投げた後に、何かでフレーム消費してちょうど投げが重なるようにとかできるわけなんですけれども、それを全キャラ分覚えるのって結構難しいですよね。秋は今日の邪頭弁を当てた後に前ダッシュ前ダッシュなどをしますとプラスフレームを取ることができるとか、こういう知識があるキャラクターだったらば、この後技を打てば相手に小技で暴れられても咎められることっていうのはないわけなんですけれども、やっぱりこの点に関しても全キャラ分覚えておくということは難しいので、連携をしたい中でですね、この最速コパン暴れみたいのに咎められやすいという側面があるわけですね。知ってるキャラだったらコンボを入れてしっかりと有利フレームを取って、でその後の重ねなんかは咎められることがありませんので、こんな感じでしっかりとね、自分のやりたいことを押し通すことができるわけなんですけれども、ただ全キャラこれを覚えろっていうのは結構酷な話なので、小技暴れかなり有効だと思います。というか実際に自分はかなり苦手です。では3つ目なんですけれども、これもキャラの連動の低さゆえの話ではあるんですけれども、特にテクニカルキャラに該当するんですが、試合開始直後というのはそのキャラの最高の動きというのを思い出せていないことが多いんですよね。でチュンリーですと飛行剣の打ち方は分かる、対空の転生脚は分かる、そして一部の強い技とか強いコンボとか連携を思い出していけば戦えるというところなんですけれども、一気にここで横に押されてしまいますとアップアップしてしまいまして、それどころじゃなくなっちゃうんですよね。でそうなるともう無敵技のぶっぱとかでなんとか切り返してちょっとずつ思い出す時間をくれっていうことになってくるわけなんですが、そうさせない立ち回りをしますと思い出しきる前に勝つことができますんで、ガンガン飛び込めとかガンガン生ラッシュで攻めろっていう話ではありません。逆に言うとですね、ランダムプレイヤーというのはそういう基礎的なことは無駄にできるようになってますんで、あんまり雑な動きをしてはいけないんですけれども、ちょっとこの時間を置いてじっくり攻めるという作戦よりは攻め勝って勝つということを意識していくと、特にですね、チュンリー、ダルシム、JP とか、その辺のキャラクターに対してはかなり勝率は上がると思います。一方でマリーザとか DJ とかキャミーみたいに、シンプルに横押しが強いキャラクターなんかに関しては、ランダムプレイヤーでもある程度トップギアからスタートすることができますので、対戦する際は注意が必要です。
っていけばこういうコンボとかも思い出していけるわけなんですけれども、まあしかし明日これと同じコンボをやれって言われたらまたちょっと練習させてくださいみたいなところからスタートしてしまう。これがランダムプレイヤーの悲しいさがとなっております。今回は以上です。皆様こんにちは、ストリートファイター6の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。プレス A2 ボタンでございますけれどもですね、まあ、今日ツイッター改め X を見ていたらですよ、ストリートファイター6にベガは出ませんみたいな話題で、まあ、会話している方々がいらっしゃって、ほーんと確かにスト6にベガいないわっていうふうにねちょっと思ったりしたわけなんですけれども、まあ、このストリートファイターシリーズも6から知ったって方もこの動画を見ている方々の中にいらっしゃるかもしれないんで、まあ、このベガっていうものについてね少しお話したいかなっていうふうに思うんですけども、まあ、このストリートファイターシリーズ永遠のラスボスと言われていたキャラクターになっておりましてですね、何しろこの、いろんなキャラクターがベガを倒すために戦っていたりしたわけですよ。例えばこのガイルっていうのはベガに親友のナッシュを殺されたので復讐のために戦っていた。このチュンリーはベガにお父さんを殺されたので、まあ、この復讐のために戦っていた。あとこのキャミーなんていうのはですね、まあ、ちょっと後で話はしますけれどもですね、なんかそのベガに狙われてたんですよね、この体を。で、まあ、洗脳されたり強化されたりね、してだからこんな可愛い女の子なの戦闘能力高いみたいなことにはなってるわけなんですが、まあ、やっぱりベガにはちょっとこう並々ならぬ復讐心はあるはずなんですよね。でそのベガっていうのはちょっと面白いのはですね、肉体が消滅したとしても上等な格闘家のボディをゲットしたらまた復活できるみたいなところがあるわけなんですよ。ですからシリーズによって筋肉もりもりだったりちょっと体がシャープだったりする、そういう違いがあるわけですよね。でそんなベガが目をつけたのがこのストリートファイターシリーズの主人公的な立ち位置だったこの竜のボディなんですよ。まあ、竜はねただ、格闘家としての研鑽を積んでるだけじゃなく殺意の波動みたいなちょっと危険な力を持っていつつそれを封じ込めようと努力していたりする、まあ、ストイックさがあるのでですね、まあ、ベガ気に入ってゲットしようとしたんですがうまくいかず、まあ、腹いせにこの竜のライバル的キャラの剣を洗脳して竜と戦わせたりしてちょっと遊んでたりしたわけなんですが、まあ、そんなベガがね前作の5では、まあ、ついにちゃんと絶命したので6では出ないっていうことらしいんですよね。まあベガーねー、ベガーねー、まあどうなんでしょうね。でまあベガーが使っていたそのサイコパワーっていうのを、まあ、なぜかこのね JP が使えるみたいな、そういうつながりがあったりするわけなんですよ。まあ、そしてこの秋のですよ、師匠的な存在のファンっていうのはそのベガーに心酔していたキャラクターだったりするんで、まあ、秋もまあ、全く無関係ではないかなというキャラではあったりします。まあでもねベガいりますかね。どうなんでしょうね、まあ、今作は確かにいわゆるそのシャドルっていうですよベガが作った悪い団体があるんですけども、そのシャドル州っていうのは全くしませんよね。これまでそのベガがいてそしてそのシャドル四天王と言われたバイソン、バルログ、サガットで、そのサガットが抜けた後に新しく入ったファンっていうキャラたちっていうのはもうベガとセットでどのシリーズにも大体いたんですよね。でも今作ではそのどのキャラの、香りもちょっと消えていて、でまあ肝心のベガもね、まあ、死滅したということですから、まあいいんじゃないでしょうかね。それはそれで新しいストリートファイターじゃないかなっていうふうに思うんですよ。ただ自分はねちょっとシャドルしてるのはすごい個人的に好きなんで、まあ、復活してくれるならそれはそれで嬉しいかなというふうに思うんですが、まあ、何を隠そう自分はですよ、かつてそのベガをメインキャラにしていた時期があるわけですよ。だからこの動画を見ている方の中でもちょっとこの昔から見ている方っていうのはなんかセントスのベガみたいなねイメージを持ってくださってる方もいらっしゃるんですが、まあ、別に自分自身むっちゃ思い入れがあるわけじゃないんですよね。そうベガもともと女性キャラ使いなんです自分は。でじゃあなんでベガ使ったかというと簡単だからなんですよね。ほんとそれだけで、まああんまりほい助けてください一応。なぜ間違えました。
あ、今回ランダムでランクマッチを3戦やっていきます。かなりきついです。いきなりも泥試合ですね。あのですね、コンボができないです。あ、やべ、わかんないわ。きついです。対空待ち、あー、コンボがほんとわかんない。喋れてもいないし、使えてもいないし、今日まだ対戦やってないんだよな。もう超ミスってばっかだ。まあ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 、食らっておきましょう。ちょっと待って、今のうちにスーパーツを思い出しましょう。真空波動のピーか。それで入れて、ただこれクリティカルアーチじゃないですからね。こことこことここ、まだ終わりませんですよね。あ、あ、終わってる。あ、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 勝てた。でもすごくないですか、この秋ワンコンボ一回もできてませんからね。相手の方が好きのある行動しているの見えて、あって、あって、あってって投げみたいな。どうですか、これが令和のランダムプレイヤーですよ。JP 引いたらどうしましょう。いや、前はですよ、ランダムプレイみたいなやつ、イエーイみたいな感じできてたんですけど、やっぱね、もうマスター隊に行っちゃってから息苦しくてしょうがないですよ。もうね、片手間じゃマスター隊やってけませんからね。まあちょっとね、だんだんもう頑張りたいんですけどもね。もう JP なんか引いたら終わりですよ。まあ今日はでも一勝できただけで、てかなんかやっぱ秋ってバレてないっていう強さはありますよね。だ、対戦相手としてすごく少ないから、だからそれによってなんかこうね、できてなくても勝たせていただく、本当にすいませんみたいなところはちょっとありますよね。さあ飛んでいきましょう。バーン。バノンはいいですよね。でもね、すごい簡単なキャラですから。お、確定取ってくる。ファイミスる。最悪。1ゲージありましたよね。あ、クトヤなんですね、これ。まずいなあ。え、なになにそれ。ん、今の昇竜拳、まあリバーサじゃないんですよね。ちょっと不思議な打ち方してましたね、相手の方ね。これ勝てる試合だな。でもなんかちょっと間に合わないかも。やりすぎた。終わったのかしらよ。
全く喋ってませんけどね。チャンス。いやーなんか1ラウンド目が全てでしたね。なんかその思い出すのに時間がかかってしまって、なんか勝ちきれなかったですよね。あのラウンド取れてたら多分全然あったかなっていう風に思います。特にマノンって当たりなんですよ、ランダムプレイヤーからすると。まあその難しいコンボ、いやーミスってましたねミスってましたね。もう少しレート下げたいですけどね。マスターレートが下がれば1400ぐらいなら勝ったり負けたりできると思います、現状でも。ただ1500前後はまだ勝てないかな。頑張っていきたいですけどもね。とりあえず JP、チュンリー、ダルシムじゃなければいいやあとジェイミーも嫌ですね。好き嫌いの多い43歳、独身。どうだい、あジェイミーが相手です。ジェイミーでね、意外と苦手なんですよね、そのランダムやってると。まあバーッと来るじゃないですか。だからさっき、講座の中で対策でお話したように、もうその考える隙間を与えてくれないんですよね。おー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 。で相手の方も MR もねちょっと苦戦してらっしゃる感じですから、まあでもね、じゃだんだん思い出してくるっていうところをお見せしたいと思います。思い出せてない。やる。超きついです。まあ、しゃあなしですね。対空をめっちゃ見てるんですね。で、その、なんて言うんでしょうね。地上が。しゃがみ強キックしか打ってこないわけですよ。だからしゃがみ強キックガードして反撃でいいんですが、反撃が分からん。中盤キャンセルかな。しっかりしっかり自分のペースになれば勝てますよ。で3人とB、手出してなかったら、きついです。生きてる、生きてないわ。ちょっともう一回やらせてもらってもいいですか。相手の方やってくれるかな。なんかモダンプレイヤーみたいな動きなんですよね。中盤キャンセルだ。よしよしよし、大丈夫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 。思い出してきたぞ。まだ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 増えていきます。これは良くなかったですね。確定です。まあでも出れたんで良しとしましょう。投げが通る。ですらできてなかったですよね、今多分ね。カウンターヒットでした。どうでしょうね。
違えてる。なんでだよ。よかった。結構ですね、秋最後のとどめのしゃがみジャッキーとしゃがみ中キック強いんですよね。いやー、しかしコンボができねー。てか前回の秋回の方がまだできてたんじゃないかな。よしよしよし、ね、もうちょっと投げ抜きしましょう。そうですね、どうしようこれ。よしよしよし、危ない。良くないですね。前で強キックという発生の遅いを打ちましたからね。中キックの挟み良かったですね今ね。そうですよね、体育すごい出る方。しゃーなし、でもですよ、やっぱそのランダムをメインにしていこうっていうんですから、やっぱ勝たなくちゃいけないんですよ、その戦えるレート帯だと。それはもうその良くないです、これ勝ててないのは。本当にね、頑張らなくちゃ。ここが勝負どころ。動画を見てくれてる人たちに対してもですよ、それぐらいのことはしないとっていうところの勝負どころですね。まあこれが現実ですね。コンボ最後つながんないか、ちょっとびっくりですね。まあでもちょっと今回の動画である程度のそのキャラ対策講座的なシリーズが終わりになりますので、まあまた一からやり直すという意味では、まあこの結果をちゃんと受け止めていかなくちゃいけないんじゃないかというね、まあ、自分への戒めの回でありますし、その何て言うんでしょうね、動画って自分がやっぱかっこよく勝ちたいなって時に勝てなかったりするものなんですよ。だってリアルタイムの対戦だもの。だ今回そのランダムのレートをいっぱい溶かしたわけで、まあ、これは本当にいい回だったと思ってますね。うん、逆に、まあ、これを見て皆さん失望したと思うんですけども、逆に、うお、めっちゃ強えみたいな回が、おそらくね、75回目後ぐらいにあると信じます。かな？で、なんか信じてください。75回目でまたお会いしましょう。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。